はい、展開しました。まだ出発前ですが展開できました。ということでね、倉田信長元首。フィールファイン TV はすごい混雑です。下車したお客さんで、はい、というわけで、日本2位の長時間鈍行を乗り通しまして、1分短かったからね、乗り通しまして、ここから人だけなんですけども、まあさすがに独立した動画にしますということで、始発掛川行き、折り返し始発掛川行きですか、はい、で浜松まで行こうして浜松で激辛を食べてたんですね。終点ではない浜松で行きました。さあ、激辛食べましょう。浜松駅、大行列で生産友人改札出るの時間かかりましたね。そして徒歩500メートル、こちらこだわりの豚骨スープラーメンサンタさん、こちらに激辛メニューがあるとの噂を聞いてやってまいりました。円柱無休です。やってまいりました。ラーメンサンタさんの、激辛ピリ辛ネギです変な自家到着麺ですけど、まあ、もちろんピリ辛ネギを激辛ラーメンにトッピングしたっていうのはね、はい、ということでこれがピリ辛ネギ、そしてあ、赤いですけどこれは噂が豆板醤なしの、そして、油にあるチャーシューの海苔というね構成でございます。いただいてまいりましょう。浜松ラーメンサンタさんの、激辛ピリ辛ラーメン150円5分半弱完食ごちそうさまでした。これは豆板醤ですよね。豆板醤、豆板醤でもでもね、こいつ9辛くらいは入ってない、まあ、ガチ辛入ってて、ね、でまあ簡単に塩分めちゃめちゃ多いんですけど、まあ味自体はね、まあ、あの課長も含めて今見送る過剰にできていて食べやすいです。チューブとストレート麺もね、フルスプロールなんですね。あとチャーシューの仕方で、ネギがね、結構大量入ってますけどね、ネギとあの激辛スープ、妙に合って食べ応えありましたね。ということで、まあ正直、まあ、わざわざ食べに行く必要、この激辛麺ですよ、激辛麺をわざわざ食べに行かなくてもいいかもしれないですけどね、米沢としては今日初めての食事、大変美味しくいただきました。ごちそうさまでした。少しか激辛とかご覧ください。はい、巨大な浜松駅に行ってまいりましたね。これあれですね、あのグリーン券買おうかと思って、あ当然ね、花の前を買うに決まってるんで、その2つをあと15分でできるのか微妙ですね。まあグリーン券の方よりも花の名前がいいですよ、優先度高いですけど、まあ別にあれはすぐ買えると思うんで、グリーン券は買えるからですね。ダメだこれ。大丈夫です。はい、浜松駅ビル駅町バッチリ買いました。さあで、ここは相変わらずね、向こうは高年でもう買えないんで、グリーン券これ ねとりあえず諦めて先進みましょう。しまわなきゃ、これ手で持ったら温まっちゃう。はい、ちょうど入線してきましたね。浜松駅から折り返し始発の静岡駅から三島駅か、これトイレなしでいいですか。あ、そんなことはなかったね。これ座れねえんじゃねえかな。まあ静岡で一応降りてまた買い物するっていうね、あの1月との3連休と全く同じパターンなんですけど、とりあえず
まあなんとかなるんじゃないかな。あ、穴場だった。いいのかな、これでした。はい。静岡でね、買い物するんで、静岡までには来られるんじゃないかな。座りました。はい、静岡駅です。このね、23分発に乗れるとね、沼津で買えるんだよね。グリーン券ね。なんで、ちょっとそれをまず飲み出そうか。まあ、ダメだったらね、当てだけ、当てじゃなくて、ここでグリーン券買いたいんだよね。いや、空いてます。これ、ここで買うしかない。はい、無事。買いましたね。よかった。はい、市場会期のいつものグランドキオスクで、上の買い込みましたよ。楽しみだな。これ、保冷剤つかなくなったんでね、それが冷凍庫入ってなかったもんね。まあ1時間後に食べるから大丈夫ですよね。はい、浜松市役所なんでね、本来小江川に浜松から乗るのが乗り継ぎ回数最小になるんですけどね、今回は、仕込みが終わりましたので、ブリンゲンとカペン、その他というわけで静岡駅から乗ります。熱海駅です。バス座れますね。はい、沼津駅、降りましたけど、6番線かな、沼津駅6番線やってまいりました。上野東京ライン直通の宇都宮駅で開始しやすっていうか、これ開始したんだ。東京駅普通宇都宮駅謎表示、上野東京ライン、お邪魔しております。さあ、というわけで紙の切符でグリーン車買って、グリーン紙の切符グリーン券も当たんなくり買ってるんでね、ちょっと乗っていきましょう。大船での乗り換えを考えています。なぜならば戸塚のホームだと吹きさらしで3尾からですね。塩が1回ですかね。ワンパターンですけどね。来ました、乗りましょう。信用乗車システムなんてつきません。ランプつかないで真面目にグリーン券買っております。この電車は上野東京ライン。さあ、はい、展開しました。まだ出発前ですが展開できました。ということでね、倉田信長原酒、花の舞さんのね、浜松駅で買えるやつで、ね、3連休の時は1月3連休ではね、純米吟醸しましたけど、こちらお安い純米酒1300円です、ね、こんな感じです。そしていつものクランペン2個、そしてバリカツオくん、今日はバリカツメちゃんっていう、もうこれもそろそろこういうのダメなんじゃないかっていう気もしますけど、チーズ味、ゆず味ね、それぞれ買ってました。あと久々にマグロメンチバーガー、これもうまいんだ。こんなラインナップで早速飲んでいきましょう。さあ、開封しました。最近ね、握力が弱ってね、手が震えるなんて言って、アル中じゃないですよ、飲んでても飲まなくても震えるからね、そういう問題じゃ老化なんだと思うんだけどね。はい、ここに置いとくと確実に事故りそうなので空はしたいんですけど、まだ出発していない。いただきましょう。花のマイクやだし、生原酒純米酒。おすっげーフレッシュ。おー、そして米の味が旨味と甘味となって押し寄せてきますね。うますぎる。やっぱあれだね、ガツンとくるね。これアルコール強め、これな、あ、強い、違う、ちょっと強いですね。キーですね。さあ、今出発しましたが、はい、黒はんぺん開けたんですけど、前フォークついてたのにないんだけど、割り箸フォークも、あれこれどうしよう。まあ、おしぼりあるんで、もう手づかみで食べるしかないんで、これね。はい、さあ、じゃあこれ豪快にね、あんまごまごま食べないで一切れずつ食べるしかない気がする。いただきましょう。で、拭いてみますよ、ちゃんと。よいしょ。
てまたこれ合いますよ、これ倉田島原酒がね、たまらん。大騒ぎしてすいません、フォークが入ってました。開けた時落としちゃったんだね。ということで普通にフォークで食べていきましょう。で昔は箸が入ってて割り箸が入ってたんだよね。で先々月食べた時にフォークにあった。見えなかったので、ね、箸をお願いしちゃったら黙ったっていう、ね、なんだっけ、それがあったから頼まなかった。フォークがあったらなんですか。CA1The doors on the right side will open. いつもね、味わえたね。さっきの頬張るとまた別の味わいになるってことだ。ありがたよ。はい、熱海で JR 東海の区間おしまいですね。結構乗ってくるね。はい、ということでここから JR 東日本人間わさび漬け2皿目2パック目しましょうね。なんと根府川到着前から検察万来でございます。ちゃんと熱海から乗車してましたね。ということでね、一応戸塚に乗り換えると出国した神だからな、まあ、申し訳ないけどこの時間帯だからね、なんとだから着席チャンスもそこないでしょうから、一応戸塚か乗り換えたいと思います。早くも爆弾かけてる店。はい、無事ね、黒半面二皿開けましたのでね、久々にマグロメンチバーガーです。どうですかこのフォトジェニックなマグロメンチバーガー。結構ねドームがいい感じなんだよこのバンズの。じゃあいただきましょうね。おー、これちゃんとソースなんだよね。かぶり、ラードまでってあるんですかね。ほんとうまいんだよね。ほんとメンチカツなんだよね。最高です。平塚駅で5分間停車でね、前に後ろに座ってるのか、これ前だよね、前に座ってる。列車が参りますってこれは何の表示でしょうか。はい、というわけで、一旦ここで閉めて大船乗り会に備えたいと思います。大船駅で飲みました。ちょっとずれて、はい、だからねちょっと寒いんでね、吹きさらしの戸塚駅で待って、ね、階段なしよりも大船の方が上に上がれるからって言ったんだけど、それ以前の問題としてね、駅中のニューデーズが23時までやってんだわ、ここなので、まあ車販からね買って売り上げ協力ってもあるんですけど、ちょっと高いからね、車販ね、何十円か高いんで、そう考えるとこれ結構リーズナブルの乗り換え、まあ普段もこんなに時間の余裕がないですからね、まあ戸塚に乗り換えですけど、空いているニューデイズのありがたさよ。大船北口店、こちら日曜でも23時までオープンしているラッチェナイニューデイズ。ラッチェナイに出てしまうとグリーン券は無効になります。はい、ということで買いましました。もちろん飲めない可能性もあるんでね、どちらも開けなければ済むものしか買っておりません。大船駅から今回の旅ラストランとなります。横須賀線総武線快速、神田横須賀線総武快速接続通桜井行きグリーン車に乗ります。あれですね、新車、これ2回目ですか、米沢新車、前すぎましたね、もっと強かった。はい、ということで桜湯、そして検査から、真新しいですね。まだまだだいぶ真新しいね、この新車のグリーン車ですけどね、こちらのこのようにあと日本酒いちごちょっと残ってますね。なので一応買いましときましたけど、まあ、あんまり無理に飲まなくてもこれだけは絶対開けないとね、生原酒なんでね。はい、であとこの、ラインナップ的にこちらね買いました。これも開けなくていいですけど、ラムちゃんですか。はい、でこれがねバリカツオくんとバリカツメちゃん、こ
ういうのやめようよ、ほんとこういうのと思うんですけども、さっきも言ったんで酔っ払いだね、チーズとユズとかでね、まあ、これを開ければいいかなというね、まあ、これは保存かな、なんかこれあの、激辛と称する系のね、あの、あてを、あの、激辛ありつけなさにくい、ナルコン戦況の帰りとかにね、食べるみたいになってるけど、そっちに回してもいいんでね、まあ、こっちは開けちゃうかもしれないね。いただきましょう。さあ、バリカツくんのチーズ味、どうチーズなのかいただいてみましょう。うん、ほんのりチーズだね、笑っちゃうレベルでチーズで、こういうチーズの扱いするとね、魚介の臭みが立つんだよ。でもそれがいい。おお、くれたし生原種純米生原種のね、甘みが際立ちますよ。うまい。お、そしてチーズがアルコールで溶けてきた。うますぎる。バリカツオとチーズ味はどうかなと思いました。ね、ということで、このバリカツオちゃんもほんとやめようよ、このセンスって思います。ゆずだからね、そういうことなんでしょうけど、いや、まあな、そういう人たちにとってはゆずなんだろうけどさ、関係ないだろ、ジェンダー、これ、どう考えても。大豆、食べたいと思います。バリカツメちゃんのゆず味。まあね、あの、ビジュアル全く変わんないですけど、フレーバーだからね。これマスタードかゆずだわ。だからなぜこれが女ジェンダーなのか、とは言いたくなりますが、それとは関係なくめちゃめちゃうまいわ。これ、本当それぞれ旨味のポイントが違うね。だから食べた瞬間に旨味が来る。これはそうなんですけど、さっきのチーズは後足だもんね。これ、すごいラインナップだな。バンザーイ。バンザイは中国の皇帝に捧げる挨拶だから。王族、王政を否定する人、我々使っちゃいけないんじゃないかな。スイパシェ。特内に入っておりまして、間もなくね、品川ですけど、あのこの、この校舎の一階4列しか乗ってないんで、あの喋り放題ですね。無事花の前倉田市純米生原酒が開けまして、品川だよもうこれ開けんのって話ですけど、まあ 7% だからな。おお、危ない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 。入ってバリオカツオくんじゃない、バリカツメちゃんのチーズじゃない、ユズ味、ね、若干残ってるんで行きますかね。プッシュ。危険すぎるので、これはこっちに出して、くぼみに一旦置いて、ういっ。ハブ未満だからね、こっち18度、こっち7度だからね、スイスイ飲めるわ。むしろチェーサーだわ。ダメな人、それアルコール依存症の人の発想やー。品川についてます。あ、アテンダントさんが降りていった気がします。はい、新日本橋ね、東京の次ですけどね、品川で、この4号車の1階無人が解消されて、米沢の無人が解消されて、東京から結構乗ってきまして、ね、こういう喋る状態はなくなってますか。ちょうど無糖レモンがなくなりました。バリカツオカツメもシリーズもなくなりまして、これだけ開かなくて、これで保存っていうね、最初の目論見通りになっちゃったって感じですかね。ごちそうさまでした。今日も楽しい居酒屋グリーンでした。はい、というわけで錦糸町駅で下車して今回の旅しまいましたね。いやー楽しかったな。本当今回結構めちゃめちゃ楽しかったね。昨日の夜に散策しますけど、それだけじゃなくて本当楽しかったな。なんでだろう。まあまあ、あのどちらの旅もね、ちゃんと私として成立したのもあるんですけど、でこれであのあれですよ、今日の日本2番目がさ、もし日本一ってそれがさ、そのさ、自発の方が大きくってさ、最長じゃなくなってたら大ショックですけど、まあそれもなかったしね、それは大丈夫です。何を言ってんだかよくわかんないけどね。まああのね、飯田線の再来週から6時間59分に伸びるやつはね、ちゃんと夏に乗りたいですね。
さあというわけで降りる儀式もやっていきましょう。真面目に呼びましょう。時間の余裕があるんで。というわけでご視聴ありがとうございました。今回の旅も無事締まりましたね。さあ次回の旅ですけども、この今このね、3回目を使いつつですね、3回目使ったところでこの春は13回で売却する13回でお勤めなので、今週末の土曜日に使ったところで売却しまして、そしてどこに行くかっていうと鳴子説教です。朝霞長森の快活クラブの仮眠というね、社長のパターンでございますね。チャンネル登録よろしくお願いします。本当手ぶれすんな最近。